ゆめちゃんがマイクを持ったお歌を歌うのでしょうか。ポッチしてみましょう。手拍子。ゆめちゃん女の子だけどなぜか声は男の子。あとでお近くに来た際に見てください。今年は種風の細かい種のところまでちゃんと入っている、ステッキになっています。あとでチェリーの方にプレゼントしたいと思います。よろしくお願いします。チェリーゆめちゃんからプレゼントがあるんだって。あとでもらってね。聞いてない。チェリー聞いてないですね。残念でした。じゃあ後ほどで、今ここでかかってる曲ですね、かんちゃんが歌ってくれているブルードリーマーという曲になります。こちらはですね、サッカーの、川崎フロンターレと今スマイルシップ、提携をしておりまして、ゆめちゃんからの応援歌という形で、今、皆様にお送りしています。私もですね、皆さんも元気が出る曲なので、これからゆめちゃん一緒に踊ったりしますので、ぜひ皆さんもタオル持ってる方、タオルお手元に持って準備して一緒に回してください。よろしくお願いします。じゃあゆめちゃんよろしくお願いします。はい、じゃあ音上げていただけますか。お願いします。
ージ登場してくれるのは天使の国からやってきてくれましたハーティーです。お願いします。ゆっくりゆっくり天使がステージに舞い降りますさあそして一緒に登場してくれるのは石川さんです。こちらマイクお使いください。はいどうぞお願いします。ハーティーよろしく。ふわふわ。みなさんこんにちは、ハーティーです。今司会の方からもありましたけども、今日はね、サナエの方に天使の国からやってきました。で、ハーティーちゃんはね、臓器移植って言うとみんな難しくて分かんないって言うんだけども、ハーティーそのものが5歳なんです。チコちゃんと同じで臓器移植についてね、優しく教えてくれるの。それからね、意思表示ってなーにってみんな言うかもしれないけども、その大切さについても本当に分かりやすく教えてくれます。そしてね、ハーティーちゃん可愛いでしょ。すごくね、笑顔が大好きなの、みんなのね。そしてみんなの笑顔を見たいということで、もう日夜頑張ってます。夜もね、飛んでるんですよ、この羽でね、頑張ってます。それから皆さん、ハーティーからのお願いなんですけども、運転免許証、それから保険証の裏に意思表示がありますので、ぜひ家族が悩まないようにということで意思表示をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。それから私たちのブース向こうにあります。ぜひクイズやってますので来てくださいね。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。天使の国からやってきた